損保。介護について考えたことありますか？元気だった両親が急に認知症になったり、急に脳卒中になったり、介護は突然やってきます。介護制度がよくわからない方のために、180秒で学べる介護のすすめ。現在では要介護者と要支援者の数は約640万人を超えており、75歳以上のおよそ3人に1人が要介護・要支援者と認定されています。介護が必要になった場合、国の公的介護保険で十分なんとかなると思っていませんか？では実際に公的介護保険でどれくらいの費用がカバーできるのか見てみましょう。まず認定された要介護度などによって月々のサービス利用限度額が異なります。例えば要介護2の A さんの場合、要介護度2の公的介護利用限度額内でのケアプランでは、平日の朝に訪問介護を週5回、デイサービスを週2回利用することができます。このケアプランでは土日にサービスの提供がないため、週末は介護のためゆっくり休むことができません。また夕方以降のサービスがないため、平日は夫婦のどちらかが早めに帰宅しなければならず、介護負担が増加し、夫婦ともに仕事を続けていくことが難しいかもしれません。では公的介護利用限度内のサービスに上乗せサービス、対象外サービスを追加した理想的なケアプランを見てみましょう。平日の夜に訪問介護を週5回、週末ショートステイを月2回、平日に家事代行サービスを週3回、配食サービスを週3回追加。この理想プランであれば、平日の朝から夕方、さらに週末もしっかりカバーされ、夫婦ともに仕事を続けながら介護が行えます。しかし、公的介護利用限度額を超過したサービスや、公的介護保険対象外サービスを利用した場合、全額自己負担となるので、月々の金額負担は大きくなります。これらのことから分かるように、公的介護保険の範囲内で利用できるサービスだけでは十分とは言えず、家族の負担は金銭的にも体力的にも大きくなります。介護は突然始まります。来たる介護に備えて、家族で介護について話し合い、早めに備えておくことが大切です。この機会にぜひ一度介護について考えてみましょう。